こんばんばは、タゴですあの。顔面アップ自撮りシリーズがなんかすごいあの僕の,の YouTube にしては見られていたのであのもうこのスタイルでやった方がいいのかなと楽だしであのさっきお風呂に入っててタトゥーのこと考えてて僕はやっぱタトゥーどんなタトゥー入れようかなって考えるのがあの楽しみであの生きているので。 僕はずっとやっぱ右くるぶしにあの蝶の蝶タトゥーちっちゃな蝶のタトゥー入れようかなってずっと思ってたんですけどやっぱ最近は鮎のタトゥー入れたいなーってちょっと思ってて鮎ですねなんであのー、春先にねこう川を登ってくる鮎のあのタトゥーをね入れようかなーなんてなんて思ってるんですけど。 まああそんなあのこういうこと言ってると多分誰にも見られないビデオになっていくんであの冗談はやめますけど冗談はやめますけどと言いながら冗談を言うんですけどあのー、銭湯っておちんちん OK じゃないですかおちんちん OK でおちんちん OK でやっぱ入れずダメってのはやっぱちょっとつぼにはまっちゃって僕。 あの、全然、おちんちんの方が威圧的で怖いですよね。タトゥーって、別に、あの、怒張しないじゃないですか。あの、興奮しても。やっぱ、おちんちんは、興奮したら怒張するんで、怒 <laughs> 張っていう言葉が、正しいのかよくわかんないですけど、まあ、平たく言うと、おちんちんと勃起するじゃないですか。だから、全然タトゥーよりおちんちんの方が怖いんじゃないかなって。でむしろ、銭湯入った時、一番怖いのが、 怖いのはやっぱりおちんちん勃起しちゃうんじゃないかなっていうのがやっぱ一番怖いわけでそういうのがやっぱり銭湯の怖さですよねだからタトゥータトゥーとか入れ墨とかタトゥーやっぱタトゥーをタトゥーシールで隠しておちんちん出してるってやっぱ面白いよねどう考えても面白いと思うんだよね